茨城のりこ、1926年6月12日から2006年2月17日は、日本の詩人、エッセイスト、童話作家、脚本家。主な詩集に、見えない、配達府、貧困家、自分の感受性くらい、寄りかからずなど。戦時下の女性の青春を描いた代表作の詩、私が一番綺麗だった時は、多数の国語教科書に掲載されている。 大阪府大阪市生まれ、愛知県西尾市育ち、愛知県立西尾高等女学校を卒業後上京し、帝国女子医学、薬学、理学専門学校薬学部に進学する。上京後は、戦時下の動乱に巻き込まれ、空襲、飢餓などに苦しむが何とか生き抜き19歳の時に終戦を迎え、1946年9月に同校を繰り上げ卒業する。 帝国劇場で上映されていた、シェイクスピアの喜劇、真夏の夜の夢に感化され劇作の道を志す。読売新聞第1回2曲募集で佳作に選ばれ、自作童話2編が NHK ラジオで放送されるなど童話作家、脚本家として評価される。1950年に、医師の三浦康信と結婚。埼玉県所沢町に移り住む。家事の片原志士。 詩学の投稿欄、詩学研究会に投稿を始める。最初は2編を投稿し、そのうちの1編である、勇ましい歌が、千者、村の志郎に選ばれ、1950年9月号に掲載される。1953年5月に、同じ詩学研究会に投稿していた、川崎洋と共に、同人誌、海洋総刊。相刊号は、川崎洋。 茨城ら子のりの二人だけの同人誌だったが、二号からは谷川俊太郎、三号から吉野博士、四号から水尾博士が参加し、その後も中江俊市友竹立、大岡信など多数の詩人を輩出した。1955年第一詩集対話を観光。1975年夫が肝臓癌のため死去。 1976年より韓国語を習い始め、韓国現代史の紹介に尽力する。1991年に韓国現代史戦で読売文学賞を受賞。1999年に73歳で刊行した詩集よりかからずは、同年10月16日の朝日新聞天聖人語で取り上げられたことで話題になり、詩集としては、 異例の15万部を超えるベストセラーとなった。2006年2月17日、蜘蛛膜下出血のため、東京都西東京市東伏見の自宅で死去。79歳没。夫と死別してから一人暮らしで、19日に訪ねてきた、親戚が寝室で死亡していたところを発見した。生前より遺書は用意されており、それにより、 鶴岡市鴨の清前寺にある夫の眠る墓地に埋葬された。2007年、先だった夫への思いを綴った約40編の詩が、詩集、歳月としてまとめられ一周期に合わせ刊行された。2007年放送のドラマ、三年 B 組、金八先生第8シリーズでは、作中でたびたび、茨木のり子の詩が取り上げられている。第1話、第21話では授業で、 ギラリと光るダイヤのような火を生徒たちに朗読させるシーンがあり、第1話のサブタイトルにもなっている。ありがとうございます。